所注意。さて、室町幕府解説第14回目の今回は、高国と将軍義治の運命を大きく変えた、桂川の戦いについて解説していくよ。今回はさらっと本編に入ったな。で、前回は結局三兄弟の解説して終わってたけど、今回は戦いの解説とは、また急だな。いや、それがそうでもないんだよね。前回解説した、旗の三兄弟の次男、香西元盛の暗殺事件は、今回の桂川の戦いに至るきっかけとなる事件なんだ。つまりは、香西元盛の暗殺が元凶だったってことか。今回は、香西元盛の暗殺から、高国政権がいかにして崩壊に向かったのか。そして、高国と阿波の細川晴元だけじゃなく、諸大名の外交戦としても大きく展開していた、桂川の戦いを見ていくよ。大永6年1526年7月、細川高国は、天球家の細川忠方の残言により、近従であった旗の三兄弟の次男、香西元盛を暗殺した。その理由は、前回動画で解説したように、高国政権を支えてきた古参の忠方と、急激に出世を遂げた近従との対立が挙げられるよ。本来、慣れるはずのない年寄り衆に、新興勢力がたくさん紛れ込んでいたんだよな。その新興勢力の筆頭とも言える旗の三兄弟が、上位打ちの浮き目にあったわけだね。で、次男を殺された旗の兄弟は、それからどうなったんだ。残された旗の元清、柳本片春の兄弟は、この上位打ちの原因が、忠方の残言によるものだと知って激怒。旗の元清は丹波の八上城に、柳本片春破官の三条にこもり高国に反抗したよ。高国の近従だったわずが、一転して敵になってしまったのか。高国はこれに対して討伐軍を派遣。しかし、丹波勢は赤石などの援軍もあり、高国勢はこれをなかなか破れずにいた。赤石って、赤井直政とかの赤石か。おそらく、そうだと思われるけど、この時期の資料が少ないようではっきりとはわからないんだ。まあ、ここで丹波の赤石の話をするには尺が足りなさすぎるので、詳しいことは、鹿角さんの解説動画を参照していただけると幸いです。丸投げオッズ。で、結局高国は丹波勢に苦戦してたわけだな。京都では、高国方の丹波衆を、内藤国貞が敗北したとの噂もあり、戦況は高国不利になっていたようだよ。高国、いつも不利になってんな。ただ、公家の鷲尾高安は、南方浪人、四国衆などが放棄しなければ、大したことにはならない、と、比較的楽観的な意見を述べてるよ。まあ、あくまで一勢力の謀反だもんな。で、この後どうなったんだ。四国勢が放棄したよ。フラグ回収早すぎて草。京都では、謀反が起きた2ヶ月後の大永7年1527年12月頃、元吉種側近の畠山信光、河内の畠山義高らが、数千騎で都会してきたとの噂が流れているよ。完全に謀反と連動した動きだな、これは。結局、丹波に派遣されていた、細川忠方の軍勢も、旗の兄弟や赤石などを含む、丹波勢に敗北して京都へと撤退しており、京都の人々に高国に弱すぎて草、と煽られる始末だったようだよ。500年後のネットスラングを使うな。このような状況で、特製令が出されたり、将軍義治の比叡山への避難も計画されるなど、事態は有事に向けて動き出していた。いよいよ、決戦に備えを始めたわけか。ところで、相変わらず高国勢が劣勢になってるけど、将軍の義治自身はどうしてたんだ。前将軍の義種は、高国勢が不利と見るや否や、住元側に寝返っていたけど、義治は御内省を発給して、大名に上洛要請を出すなどして、高国を支援する姿勢を見せていたよ。義治はちゃんと高国を支援してたんだな。ただ、当時の義治は、10代後半とはいえまだ若く、御内省の発給も、どこまでちゃんと将軍の意思を反映していたかは、わからない部分もあるんだよね。でも、御内省って将軍が発給してるんだろ。だったら、その内容も将軍の意思を反映してるんじゃないのか。確かに御内省は、将軍が発給しているんだけど、必ずしも将軍の意思だけを反映してるわけじゃないんだ。どういうことだ。御内省は、将軍が自分の意思で勝手に出してたわけじゃなくて、作成の過程で、幕府の側近や、有力大名が関わることもあったんだ。つまり、一人で書いた手紙じゃなくて、公式な文書だったってことか。特に、義治の時代は、御内書発給の手続きなどの資料が残っているから、今後の動画で、詳しく触れようと思っているけど、この時期の義治が出した御内書について言えば、義治側近の大立上皇や、幕府万所執事の伊勢氏、
加えて、高国自身も、御内書発給に関わっていた形跡が残っているよ。つまり、義晴が高国を支援してたというよりかは、そもそも高国と協力体制だったということか。そういうことだろうね。木下正樹氏は、この時期の義晴について、彼は中立的な立場で、高国家中の内紛を調停する気配を見せておらず、高国に対して、無条件で支援する立場を取っていた、と指摘しているよ。まあ、そもそも義晴を将軍にしたのは高国だったわけだもんな。協力するのは当たり前か。ただ、将軍謹慎は必ずしもそうではなかったようで、義晴はこの時期に、自分の側近である一色種光、伊勢貞達、種村行部将友に、わざわざ御内書を発給して、味方についたことを感謝しているよ。将軍の側近なら、味方するのは当然じゃないのか。マリサ君、冥王の政変の時を思い出してごらんよ。義種陣営から、将軍側近であるわずの方向衆が、大量に離反したことをお忘れか。そういや、側近と言いながら、ほとんどは京都の新将軍側についてたな。まああの時は、むしろ義種の方が幕府で孤立していたという事情もあったんだけど、今回の、特にさっき名前が挙がった、一色種光と種村行部将友については、もともと義種の近従だったのが、義種の出奔によって義晴陣営に鞍替えしていた。つまり、今回もまた義晴が負けそうとなれば、裏切る可能性があると疑われてたわけか。実際、彼らは京都の情勢が不安定になると、義晴に静止を提出して、忠誠を誓った。さっきの御内書は、それに対する感謝の意を述べたものなんだ。将軍の謹慎でありながら、そこまでしないといけないというのは、なんともやるせないな。まあ、種村行部将友については、この後義晴を裏切って離反するんだけどね。ただの紙切れになってんじゃねえか。話を元に戻すと、将軍義晴と高国は、基本的に協力体制であった。そのため、義晴の要請という形式で各地の大名に御内書を発給しており、近江の六角貞頼、越前の朝倉隆景、若狭の武田元光、その他にも浦上氏、赤松氏、山梨など、各国の大名に協力や上洛を要請したよ。そうそうたるメンツだな。で、効果はあったのか。義晴が直筆で御内書を書くほど頼りにしていた、若狭武田氏については上洛が叶ったものの、他の大名は、上洛するほどの熱心さはなかったようだよ。さすがに、上洛まで手が回る大名はほとんどいなかったわけか。そんな中、大永6年1526の年末、唯一、上洛に応じた、若狭武田氏当主の武田元光が京都に到着。世話しない年の暮れになったもんだな。ちなみに彼は上洛の途中、こんな歌を詠んだよ。都見と、京立春に我もまた、のどかなるべき、旅の行く末。この日が立春と気づいた元光は、京都に旅立つことと立春をかけて、シャレオツな歌を詠んだようだよ。なんとも風流だな。まあ、実際はこの後、のどかなるべき旅、どころか、武士同士の凄惨な争いに巻き込まれるわけなんだけどね。悲しいな。年は明け、翌大永7年1527、武田元光は、家臣の阿波谷氏や吉田氏と共に、三条西実隆などの馴染みの公家と、交流をしていた。なんか、随分とまったり過ごしてるんだな。ただ、2月に入ると情勢は一変し、2月5日には、柳本片春が山崎城を攻略し、京都にいよいよ迫る勢いとなり、2月11日には、三好長家、正長兄弟が堺から山崎へ向かい、柳本片春の軍と合流。いよいよ上洛する構えを見せたよ。ついに、阿波の三好勢がやってきたわけだな。三好家は、前回の上洛戦で、主君細川住元と共に廃止した三好行長に代わり、行長の弟である三好長久、そしてその子である三好長家、正長兄弟、三好家当主となった、行長の孫である三好元長らが、父、そして主君の宿敵であった高国を倒すべく、上洛戦に参陣していたよ。一族を挙げて、上洛戦に参加したわけか。丹波勢、阿波勢が合流し、京都を伺う中、明くる2月12日、高国勢も武田元光、細川忠方らの軍勢を率いて、鳥羽方面へと繰り出し、その日は両軍が、桂川を挟んで野戦を行っただけで日没となったようだよ。桂川を挟んでの睨み合いになったわけか。ただ、この時高国陣営では不思議なことが起こっていた。不思議なこと？高国の出陣に際して、将軍義晴も出陣することとなり、これは将軍義晴にとっての、初陣であったわけなんだけど、鷲尾高安の日記によれば、この出陣は、密密の儀、つまりは内密に行われたそうなんだ。将軍が出陣するのに、なんでこそこそする必要があるんだ。
さらに、吉春の風貌は鷹狩りに出かける服装で、お供を務めた者も軽装であり、伊勢執官や奉公衆を含めた将軍の親衛隊も、吉春から離れて行動するという。まるで、初めての鷹狩り、を、スーパーのカゴに見立てたカメラで追いかけ、その様子を見守るテレビ的な感じになっていたよ。誰にも内緒で鷹狩りしてる場合じゃないんだよな。で、なんでこんなことになってるんだ。鷲尾高安の日記によれば、柳本片春と対戦するための動画では、あまりに幼児である、つまりは、不都合であるためだと言っているよ。将軍吉春と、柳本片春が戦うのに、何の不都合があったんだ。木下正樹氏は、柳本片春や三好元長は、敵将としての、格、が低すぎるためだと述べているよ。どういうことだ。例えば、この動画で解説した、六角征伐や畠山元家征伐、船岡山合戦など、将軍が同座して戦う場合、その相手は基本的に守護や大名クラスの勢力だった。散々戦ってた吉種も、基本は細川氏が相手だったもんな。しかし、今回の敵将は柳本片春や三好元長といった、将軍から見ると陪臣の立場であった。そのため、将軍が征伐する敵には値しないと考えられてたんだろうね。でも、阿波の本拠地には、細川春元がいたんじゃないのか。確かに、四国勢の根本は細川春元ではあったんだけど、当時の春元はまだ13歳で、名前も六郎と名乗っており、文書は発給しているものの、顔をすら据えていない状況であった。つまり、住元の後継ぎとはいえまだ不完全な大名だったわけか。それに、柳本片春含む丹波勢に関しては、高国の家臣だったわけだしね。なるほどな、だから出陣自体も内密にしてたわけか。吉春としては、支援はするものの、細川の家中の問題なんだから、なんとかしてくれって思っていたのかもしれないね。まあ、今回京都が危なくなってるのは、吉春のせいではないもんな。だからといって見逃してくれる甘い世界ではないけどね。え？桂川を挟んで睨み合いが続く中、2月13日の早朝、三好長家、まさながらの阿波勢が、桂川を溶かして若狭武田勢を攻撃。ここに、吉春の運命を、そして高国の運命を大きく変えることとなる、桂川の戦いが始まったよ。ついに、決戦が始まったのか。阿波勢を迎え撃った武田勢は、激戦を繰り広げ、主力の阿波屋氏の軍勢からは多くの負傷者や討ち死にが出たよ。そして、その後も戦況は好転せず、若狭武田勢は大敗北を喫したよ。唯一上洛した大名が、やられてしまったのか。武田勢の敗北を聞いた高国勢は、応援に駆けつけたものの、奈良市などの馬回り、増量などが多く打ち取られ敗北。実婚公家衆の日の内光も打ち取られ、高国勢はほぼ負けが確定したよ。なんかもう、武田氏含め総崩れだな。てか、あれだけ書状出したのに、本当に武田勢しか来てないじゃないか。吉春や高国はそこまでないがしろにされてたのか。正直、今回の敗北は、ないがしろにされてたというより、四国勢の外交力と、高国軍の弱さが原因な感じがするんだよね。まあ、高国の敗北はもう何回も見てきてるからあれとして、四国勢の外交力ってのは、どういうことだ。ここまでの解説では、あえて四国の細川春元陣営の話はあまりしてこなかったんだけど、実は、相当外交的な手回しをしてたことがわかっているんだ。どんなことをしてたんだ。さっき見たように、高国陣営は吉春を通して、大名に協力要請をしていたけど、協力をした大名の動きを見ていくと、面白いことがわかる。例えば、田島の山梨。高国陣営は、丹波勢を背後から突くべく、田島守護の山名信豊に協力を要請。山名信豊に、丹波へ乱入するように根回しをしていた。おお、いい作戦じゃないか。ところが、このタイミングで山梨配下の守護大、柿足が裏切り、丹波勢と共に山名信豊を退けた。クソみたいなタイミングで裏切っててくさ。その上、稲葉守護の山名豊春が、この隙を狙って田島へと乱入。田島の山名信豊は没落し、高国を支援するどころの騒ぎじゃなくなったよ。なんか、全部動き読まれてるんじゃないかというくらい、綺麗にカウンター食らってるな。しかも、このような事例はここだけにとどまらず、高国の娘が嫁いでいる、伊勢国氏の北畠春友も、高国に協力しようとするさなか、長野氏などの伊勢国衆がこれに反対。さらに、極めつけは六角氏。六角貞頼って、高国と吉春に結構協力してなかったか。そうだね。第12回動画でも触れたように、六角貞頼は高国や吉春に非常に協力的だった。ところが、桂川の戦いでは、
肝心の六角貞頼は出陣せず、わずかな援軍を差し向けたのみで、その援軍でさえも、到着したのは戦況が悪化した後の夕方であった。まさか、これも何か裏があるのか。お察しの通り、この時、六角貞頼派とある人物との縁談を進めていた。それってもしかして。もしかしてだけど、もしかしてだけど、ハールモートガーだと、繋がってんじゃないの。これは大きな一物に裏切られましたな。そして、何よりも怖いのは、この六角氏の縁談の話も、山梨が没落したという情報も、伊勢の長野氏が北畠氏と対立した話も、すべて、春元陣営が出した書状の中に書かれている話なんだ。つまりこれって、全部春元陣営の手の上で、踊らされてたってことか。馬部隆弘氏は、桂川の戦いで高国が惨敗し、春元陣営が勝利した前提として、田島山梨、伊勢北畠氏、近江六角氏という、金国の守護の動きを封じ込める戦略があったと指摘しているよ。つまり、春元陣営は周到な準備を重ねて、この決戦に挑んだというわけか。もちろん、高国方が無策だったというわけじゃないけど、春元陣営の方が、一枚上手だったと言えるね。そういや、さっき春元はまだ13歳だったって言ってたよな。こんな周到な作戦を、一体誰が実行してたんだ。おそらく、泉上守護家の細川元常が中心だったと考えられるよ。細川元常。細川元常に関しては、第9回動画の4分あたりで、結構詳しく紹介してるんだけど、ここで、まずその内容に少しだけ補足をさせてもらうね。あいあいさ。第9回動画では、細川元常が住元陣営に着いた理由として、二人がいとこ同士だったことを挙げたんだけど、実は、単に血縁があっただけじゃなく、結構深いつながりがあったようなんだ。どういうことだ。細川元常は、住元といとこ、つまりは、阿波守護家の細川茂之の娘が、彼の母親なんだけど、どうやら、元常が泉上守護になる前に、阿波でかくまわれていた形跡があるんだ。母親の実家でかくまわれてたのか。明応9年1500の8月段階では、この地に下校した、公家の九条政元の関係者が書いた書状に、明応9年に泉の国で戦乱があった時、年貢が兵糧として取られてしまった。その頃は、細川元常殿は未だ四国にいた、と記しているんだ。なるほどな。てか、戦乱があったってことは、その戦乱から逃れるために、四国にかくまわれてたってことなのか。正直、この書状の書き方だと、はっきりとはわからないんだよね。ただ、この明応9年の泉の戦乱は、元常の父である、泉上守護細川元有が、根室寺と荘園の掌握をめぐって対立したことが、一つの原因ではあったんだけど、当時、北陸にいた足利義胤と連携して、上洛戦を画策した畠山久信がこれに便乗。根室寺との連合軍となった久信は、泉を蹂躙し、なんと、元常の父、泉上守護細川元有、そして下守護の細川元常を自害に追い込んだ。これ、前の動画でも触れてたけど、まさか、畠山元家だけじゃなくて、泉守護まで殺されてたのかよ。高国にも見習ってほしいほどの強さですわ。やめとけ。まあ、要するにこの戦いが、泉を大きく動揺させた戦乱だったことは間違いなく、元常にとっても、父親が殺された以上、母親の実家である阿波守護家を頼りにした、という関係性も想像できるね。つまり、細川元常は単に住元のいとこだっただけじゃなくて、そもそも、住元の実家である、阿波守護家のお世話になってたというわけか。こう見ると、細川元常が阿波の陣営、細川住元を応援するのは自然なことなのかもね。で、この延長で春元にも協力してたわけか。おそらく、そうだと思われるよ。特に、住元が亡くなった後は、その息子で、勝間幼少の春元を支える存在として、前回解説した、天球家の細川正方の子、住方、そして細川元常がいた。ただ、細川住方に関しては、永正18年1521に亡くなっており、その意地である細川春方も、まだ幼少であった。つまり、当時の春元を支えてた中心人物は、細川元常だった可能性が高いってことか。そういうことだね。その証拠に、今回紹介した、山名、六角、伊勢北畠の情報を記した書状は、この時期は元常の配下で、泉の上守護代であった、松浦守が発給した文書なんだ。なるほどな、元常は春元方として、相当活躍してたと見えるな。こうして、春元方は、政治的にも軍事的にも、
高国軍を圧倒し、勝利を手にした。で、この後どうなるんだ？高国軍が撤退を図る中、将軍義治は、高国陣営の後方で、あくまで中立的な立場をアピールしていた。しかし、あれだけ大名に協力要請をしていた義治が、もはやこの戦いから逃れることはできなかった。そりゃそうよ。義治の陣は、上洛を目指す三好長家への軍に肉薄され、総崩れとなり撤退。三好方も、早々に和睦する気はないわけだな。将軍義治は、もはや高国と運命を共にする以外、選択肢はなくなった。そして、このような状況で将軍が取る行動はただ一つ。大永7年1527、2月14日、就任から約6年半、将軍義治は、京都を築殿したよ。また都落ちかよ。逃げ出したい魔境の京都、行方は未だ不明。争って火種まいて困っちゃった慶長家、支援したつもりもないが今日にいられない模様。ちょっと剣に高まって日和見した敗北者、兄弟よ集結しよう、もう誰も争わないよ。甘く苦労はずれとさよなら、忠節も道徳も閉ざしたいかれた身をでも、僕ら筆を取って少女を書く、誰からも返事のないまま。たった一瞬のこの勝利を守り抜こうか、心がくたばるまで。そして幸運を僕らに勝利を、ゲラそう誰も追いつけないくらいのスピードで、稲妻の火に落ち延びるだけ。今日に戻りたいけど援軍は来ない。今日に入らぬ境の大樹、将軍の境界線、くつき谷でも静止しようせ、訴求を引き連れて。今日に入れぬ境の大樹、五内以上も出せるまま。くつき谷から上洛しようせ、春元も引っ下げて。たった一瞬のこの勝利を守り抜こうか、心がくたばるまで。そして幸運を僕らに敬意を、上洛しよう誰も追いつけないくらいのスピードで。それは政権を刹那に揺らすもの、押し伸びたくらいじゃ諦めないの。きっと平穏がどっかにあるんだと、乱世を探し回るのも悪くはないでしょう。義満の世に生きてたいだけ、お前はどうしたい、将軍でいたい。